九州北部を襲った記録的な大雨で福岡県で新たに3人の死亡が確認され福岡県と大分県での死者は合わせて25人になりました警察などによりますと昨日午後福岡県朝倉市覇気で男女2人が心肺停止の状態で見つかりその後死亡が確認されました また、朝倉市は8日に有明海で発見された5人の遺体のうち1人の遺体が市内で被災した男性であると認定しました。残る4人の遺体についても、九州豪雨との関連を調べています。19人の死者を出すなど被害の大きい朝倉市では、昨日夜に避難指示は解除されましたが、市内全域に避難勧告が出されていて、引き続き警戒が必要です。